こんにちは、松本直之です。今回は自然農法、自然栽培、それは目的ではなく手段という話をしていきます。前回の動画で自然農法とか自然栽培、そういう農法にこだわりすぎてはいけませんという話をしました。簡単に説明するとですね、それぞれの農法っていうのは、その農法を提唱した人が自分なりのやり方、自分がその道を極めてそのやり方を体系的にまとめた、そういうものをなんとか農法って名前をつけて世の中に広めたものなんですよ。だからそれをそのままそっくり真似しても、あなたが、もしくは私が同じことを、同じ結果を再現することってできなくて、それぞれの農法のいいところ、本質的なところをつかんで、自分の置かれている環境に合わせてアレンジをしていく、組み合わせていくっていう、そういう必要がある。それぞれの農法にこだわりすぎてはいけませんっていう話でした。で、今回はその辺から話をちょっと広げていって、その売り先によって、自分の作ったものをどこに売っていくかによって農法が変わるという話をしていきます。特に有機農業をやられている方たちが陥りがちというか、ほとんどそうだと思うんですが、とにかく無農薬で無化学肥料で野菜を育てたいとか、自然栽培でとにかく安全なものを育てたいっていうような志を持って、ものすごい栽培にこだわって、頑張ってる農家さんいっぱいいらっしゃるんですね。で、おそらく新規就農でしたいと思ってる人で、有機農業やってみたいと思われてる方も、おそらくそのこの辺の栽培のこだわりっていうものはすごく持ってると思うんですね。で、ただですね、農業っていうのは、業ですから、なりわいにしなきゃ意味がなくて、作ったものを売っていって自分の収入に変えていかなければ農業とは言えないんですね。だから作ることだけを考えてちゃダメなんですよ。もちろん売ることを考えなきゃいけないんですね。これについては特に有機農業やってて、自分で作ったものを消費者に直接売るっていうことだけではなくて、例えば農協に売っていくっていう場合ももちろん同じことが言えるんですよ。売るっていうことをちゃんと考えなきゃいけないんですよ。で、もし仮に自分で育てたものを農協に卸したい、農協へ出荷したいと思っていたとすると、この農協がお客様です。農協が求めているものを作らなきゃいけないんですよ。ということはですね、有機栽培のもの、無農薬とか無化学肥料のものを求められてないっていう可能性があるんですね。農協が求めているもの、それは形が揃っていて見た目が綺麗で、とにかく安定してたくさん作ってくれっていう要望ある可能性高いですよね。そんな時に、いや、うちは無農薬で作ってる、無化学肥料でとにかく安全にこだわってやってるんですよって言ったところで、こういうもの求めてないですから買ってくれないんですよ。で、じゃあレストランのシェフ、レストランに自分の野菜を卸していこうと、出荷していこうと思った時はどうかっていうと、この時にもしかしたら無農薬とか無化学肥料っていうことが生きてくるかもしれないですよね。でもどっちかっていうと、
安全性ももちろん気にするとは思うんですが、どっちかっていうとレストランって味にこだわりませんか？だから味を追求しなきゃいけないんですよ。舌の肥えたレストランのシェフをうならせるような味を作るために、そういう農産物を作るために農法を選ぶっていうのは、これはありなんですね。これが、まあ、家庭向けになるとまたちょっと変わりますよね。家庭向けっていうことは、食べてくれる人はいわゆるその家にいる人たち、買ってくれるのは主婦であったり、食べてくれるのは子供たちであったり、おそらくこの辺気にすると思うんですよ。農薬は使ってないだろうか、その食べ物は安全なんだろうかっていうところを気にすると思うんですね。味よりもです。ですので有機栽培やってますっていうことを主張すればいいと思うんですよ。ですので、その結局売り先によって農法が変わるっていうことです。わかりますか？農協に対して売ろうと思った時には、有機栽培、有機農業っていうのはあまり意味をなさないんですが、レストランに売ろうと思った時には味にこだわった農法を選択するべきですし、家庭向けに販売していこうと思った時には、いわゆる無農薬で無化学肥料、安全を重視したものを提供していく、そういう農法を選ぶっていうことが必要になってくるんですよ。売り先によって農法は変わるっていうことです。で、結構多いんですが、その辺をちゃんと分かってない、理解してない方が結構多いんですね。売り先ありきの農法なんですよ。だから自然農法やりますって言って育てていって、例えば耕さないっていう選択をしたとしますよ。こだわって、栽培にこだわっていいものできると思って耕さないって選択をしたとしても、売り先が家庭向けで、そのお客さんが安全を求めていたとしたら、耕す耕さないっていうのは関係ないんですよ。だから農法を選ぶっていうことは、売り先を考えた上で農法を選んで、その農法の栽培方法を選択していかなきゃいけないんですよね。で、ここで目的ではなく手段だって言ってるのはどういうことかっていうと、有機栽培、有機農業をやりたい、無農薬で無化学肥料のものを作りたいって言って農業を始める人っていうのは、有機農業することが目的になってるんですよ。でもここで今言った通り、売り先ありきの農法選択なんですよ。つまりいいものを、お客様が求めているものを、そういう商品を提供するために、そういう目的のために農法を選択する。農法はあくまでいいものを提供するための手段だということです。この辺を間違えてる方が結構いらっしゃって、とにかくいいものを作る作る作るっていうことを、そればっかり言ってる農家さん多いんですよ、有機農業の世界特に。で、それは完全に手段になってるんですね。育てるっていうこと、農法を選ぶっていうことが。で、それはちょっとお客様のためになっていない可能性が高いですので、とにかく一番考えなきゃいけないのは、
客が、お客様が求めるものを、そういう商品を提供する。これが目的だということを忘れないでください。で、目的を達成するために農法が必要なら選択すればいいですし、耕す耕さないということが関係ないんであれば、自然農法に、自然栽培にこだわる必要はないと思うんですよ。とにかくここを、この目的を達成するために農法も自分なりにアレンジしていってください。今回はそんな話になります。参考になれば幸いです。どうもありがとうございます。